はいどうも、ルーゲーム TV のルーでございます。セブンナイツアリーナ実況やっていきたいと思います。今上位の方はすごいですね。いろんなパーティー使われていて、エリスの火力の方ですよね。火力のパーティープラトンとエリス2トップでっていう火力パーティー、相手にねエリスがデバフかけることによって、攻撃を上げると。そしてイングリッド、陣形変えられるのを防いでるのかな。エリスとブブが2人変えてくるじゃないですか。それを防ぐためかなとか、あとは5人攻撃が多くなってくるんで、意外とイングリッドの攻撃回数が増えるっていうこともあるのかなと。昨日ギルド戦でね、イングリッド入ってるところに攻めたらちょっと思いのほか苦戦したんで、まあそういう感じなのかなと印象を受けました。であとは池津さんとか、いや池津さんの場合はちょっと違うな。アイリーンとプラトンの2トップ、これ硬いっす、めっちゃ硬いっす、ビビりました。であとはアトランティスの方々がアイリーン入れて、あれワントップの方がいたんだよな。であとドーランさんが孫悟空入れてますね。孫悟空も硬いっすからね。みんなねプラトンが完全解放なんですよね、まあ、それがだからできるっていうのもあると思うんですよね。これですね。あとはプラトンワントップ、はい、マジで強いっすこれだけねパーティー入り乱れてくると、状態異常免疫がねちょっとどうしたらいいもんかって結構悩んでますね。時は流れても私は変わらない。バネッサは出血沈黙気絶、感電しちゃうんですよね。バネッサはアイリーンがいるとやべえってなるんですよね。サッパーは気絶沈黙継承感電で、あそっか、ちょっと微妙な宝石だな、これ作んないとな。でまあ感電は防げるけど、才能の差を感じろ。感電沈黙気絶防げる、あ出血だけですね通るのは。ああと火傷か、火傷が通るからアイリーンに殺される可能性もあるっていう。もうちょっとね対応しきれないですね。で、ルリは出血を主に免疫つけていこうと思っております。まあその理由は、あと火傷か、死なないでほしい、でも動かないでほしいっていうところからですね。うん、ちょっとねこのままの状態でいくと、俺フィーナがね1体あるんでバネッサに使っちゃうかもしれないですね。そうするとルリが外せるんで、ルリ外したところにまあアイリーンかエリスかを入れれば、硬さで、まあ、しぶとさと、攻撃力をね、兼ね備えたパーティーを作ることができる。まあ、プラトンがね、46で専用装備解放できない分、ちょっと弱くなっちゃうんですけど、それでも、多分今のパーティーよりは耐えられるし、勝率も上がるんじゃないかなと思います。今ね、ブブがね、やっぱりすぐ落ちちゃうんだよね。逃げた方がいいんじゃない？全部ぶっ壊しちゃうから。今、反撃だけど、これも、ヒットポイントに変えるかなっていうところも悩んでるところですね。まあそのためにもね、またちょっとセット装備周回してね、作っていかなきゃなーって思って。我が世界の復活をお助けください。これちょっと4人攻撃でちょっと無駄なんですけどね。4人攻撃って誰が使うんじゃいみたいなね。タカ4人攻撃あったっけ？才能の差を感じろ。こんな感じですわ。
で、だプラトン聖女5で、免疫ついてるから、あのタカから死の剣舞はね最初食らわないんでね、それはでかいですね。貫通がないと食らわないんで。バネッサ、時は流れても私は変わらない。バネッサの下スキルもそうだね、食らわない。上スキルかもう食らわない。なのでね、まあプラトンはねなかなかいい感じなんですけどね。まああとはレベル上げたいっていうところですね。まあブブは増えなくてもいいけど、プラトンとバーネッサは増えてほしいって感じですかね。はい、というわけでやっていきましょう。ここに来てねまた勝率下がってね、4560までは 60% まで回復したんですけど、でここに来るのに 57% まで下がりました。頑張っていきたいと思います。挑戦する。この世界の混乱を押し詰めください。この方は悟空入りか。準備はいい？いつでも行けるよ。ほんとね、お相手さん、こう見た時に、入った時にお相手さんの、こう完全解放されてるのが誰かっていうのをまず確認して、いけるぞ、まだいけるぞっていうのか、あ、ダメだって思うのありますね。ブブとプラトン完全解放はちょっと分が悪いかもしれないですね。こっちのブブ前衛になったから、もしかしたらワンチャンあるかも。女神に代わり災いを罰せよ。跡形も残りはしない。勝風しいけ風の早めにこうやって打ってくれるとね、あのバネッサの時のなんだっけ、あの覚醒スキルだね、もう一回遭遇弾打てるんで。遭遇弾2回打てるのかなりでかいんで。ブランズ任せて。砂漠に吹く灼熱の暴風を。強い。レイチェル、アイリーさせたのか。邪魔をするな。全ての世界をつなぐ次元の扉よ。あープラトン防げるかな。バイバイ。上位の方もあれだよね、プラトンにヒットウィンド調節免疫つけてたりするんですよね。調子のんなよ。うるさいのは嫌い。あとは中にはあのアイリーンに絶対殺す免疫をつけてる方もいらっしゃるんですね。やるぜ。やろう。これが敵将の力だ。我々の世界を。跡形も残りはしない。お尻のさらばだ。貴様か。跡形も残りはしない。俺はかけそうだな。拾うのがよかった。さらばだ。跡形も残りはしない。さらばだ。ブランズ任せて。すべての世界をつなぐ次元の扉よ。他に当たれ。当たんなかった。勝風シック風の音を聞けさせたのか。邪魔すな。溜めたね溜めましたね。あ、まだ残ってんだ。追加攻撃いかないか。おやすみ。女神の示すままに救援のための破壊を。女神に代わり災いを罰せよ。失望させたのか。大変ありがとうございました。才能の差を感じろ。必ず帰る。これね、この状況で考えるとマスターってどんだけ魔境になってんのかっていうのがね恐ろしいですね。でも俺は足を突っ込みたいと思っております。強い気持ちでね、そこはやっていかないと。
準備はいい？いつでも行けるよ。行くぞ。じゃあ。ここら辺までくるかも。結構ね、関東地勢が多いっすな。後方も残りはしない。こうやって見るとね、セブンナイツの人口って本当に減ってんのかなっていう気もしますけどね。防げるかな。バイバイ。2000以内にこういう方がいるんですよ。後方も残りはしない。消風シック風の危険。なんかね、後方も残りはしない。まだ頑張ってる方がたくさんいるんじゃないかなって気はしますよね。沈みなさい。やっぱり僕も上位のギルドから離れて、あの100位から200位のギルドになったことで、まあ、見えてきたものがあるというか、実際ね、100位から200人の中のギルドにも、あの、なんだろう、レジェンドクラスの人がいるんですよね。そういうモチベーションがある方もやっぱりいるんで、止めどなく流れる時、まあ、そういう方を見ると、いや厳しいって、こう、このチーム、このギルド勝てるかなっていう気持ちと、なんかこう、ほっとした気分というか、をまあ、味わいますよね。女神を示すままに、救援のための破壊よ。神の剣よ。跡形も残りはしない。さあ、覚醒ゲージやってるよ。我々の世界よ。これはどう？ちょっとバフ塗っていこう。こっちはね、こっちもね、ブブを早めに殺しに行かないと、俺のブブだけ早めに殺されちゃダメなんですよ。あれなんだよね、完全解放されてるブーブってあれですからね、砂のように、回避が一旦多いですからね。止めどなく流れる時を巻き戻り、それを考えるとちょっと辛いなって思いますね。女神を示すままに、俺のブーブ死んだ。救援のための破壊よ。跡形も残りはしない。すべての世界をつなぐ次元の扉よ。あ、またプラトン。いやー、ちょっともうボス戦マジで頑張んねえとな。今ボス戦の確定は確定交換が1個しか交換できないですよね。母性がうまくできてなくて。後方も残りはしない。センサー起動。なるほど、そっちから撃つ。送風山が出てきた。ちょっとメモリ食ってるかな。消風シック風の音。消風シック風の音。我々の危機よ。よし、オッケー。バネさんに避けられた。砂漠の苛烈な熱風よ。いけ。砂漠の苛烈な熱風よ。いけ。レイチェル。オッケー。やっさか。俺のタッカーが死んだか。させたのか。これで倒せるか。砂のように3ターンバフゲン。終わりのない時の海よ。後方も残りはしない。失望させたのか。勝ちました。対戦ありがとうございました。時は流れても、あれ、私は変わらない。ぐるぐる回ってる。最近ね、
ルーターの調子が多分おかしいんだと思うんですよね。ネットワーク接続できてるってパソコンは認識してるんですよ、LANケーブル。だけどこの Wi-Fi がね、繋がんないっていう。ちょっと Wi-Fi 切りますね。負けたことになんないよね、ここで。さあ、行きましょう。さあ、必ず狩りを始めよう。プラトンがいうことで、反耐久って言ったらいいんですかね、のパーティーが増えてきてる感じがしますね。悟空もアイリーンもそういう感じですかね。次来るであろう呂布がどうか非常に気になります。仕返してきた。風の反撃の刃、逆襲の風の刃。時の海に沈みなさい。失望させたのか。準備はいい？いつでも行けるよ。行くぞ。我々の世界を。さばきを。女神の示すままに。救援のための破壊を。ブブがいるから固定ダメだ。オッケー。行け、ソムザ。さばきを。消風シック。風の音、我々の世界を聞け。失望させたのか。今回の孫悟空は本当硬いですよね。球力か、球力か、まあそうですね、90%減で貫通含む 90% 減。みんな吹き飛ばしたる。吹き荒れろ。これが天際の力や。センサー起動。よし、復帰した。失礼。よっ。時の海に沈みなさい。ブランズ、任せて。女神の示すままに。終焉のための破壊を。貫突と貫突じゃないかの差が結構やっぱりすごいですよね。止めどなく流れる専用装備とスキル強化ね。巻き戻る。バネッサも専用装備完全解放するとね、後列に反射免疫つけられるし。砂漠の苛烈な熱風よ。プラトンのね、貫通、すべての味方に貫通含む、ダメージ減少 15%。 止めどなく流れる時。ブブは、回避が一旦増えるからね。砂のようにすごい。終わりのない時の海よ。専用装備、まあ、本当にね、あの個々の特徴をね、生かした強化がされますよね。うるさいのは嫌い。終わりだ。ここら辺まで来てようやくなんか形になってきたっていうところなんですかね。才能の差を感じろ。対戦ありがとうございましょう。よし、ビンゴ終わった。よかった。
14章せよっていうのがあってね。よし、いいじゃん、4連勝。不滅の決心だから、対戦よろしくお願いします。赤ワンバック、砂漠に吹く灼熱の暴風、ギリエル久しぶりに見たの。受けてみ、良い棒の時の海に沈みなさい。ルリ気絶してよかったね。余計よ、後方も残りはしない。さらばだ、失望させたのか。これはどうよ、バッキュー。これは痛いよ、みんな吹き飛ばしたれ、吹き荒れろ。これが天井の力や、これが天井の力や。任せて、ヤッフーと準備はいい、いつでも行けるよ、行くぞ。じゃあピッチを上がるよ。そんな、いいダメージ。やっぱり悟空にはブブだ。我々の世界よ、跡形も残りはしない。すべての世界をつなぐ次元の扉よ。どこに来る、ルリには来ないで。準備はいい、いつでも行けるよ。あ、こっちじゃなく、こっちが座った。行くぞ。じゃあピッチを上がれ。相手のキリエル、女神を示すままに救援のための破壊よ。我々の世界よ、跡形も残りはしない。勝負し、調子よくなってきたな。いいじゃん、いいよ、すごくいい。高いすげえダメージ当たったな。すげえな、あれさ、火力が半端ねえな。ブライズ任せて、安らかに。お休みさせたのか。才能の差を感じろ。大さん、ありがとうございました。あと2勝すればマスターかな。あ、時間変わったから1勝でいけるかも。行ってみましょう。ほい。壁にぶち当たるか、それとも壁をぶっ壊して乗り越えるか。全部ぶっ壊しちゃうから。残りはしない。二段かな。ただ、お相手さんはプラトンも貫徹。ルリが専用装備マックス。あれ、ちょっと待って。災いを罰せよ。バネッサも貫徹してるじゃないですか。神の剣よ。この感じはブブも貫徹してるね。行くぞ。じゃあピッチを上がれ。ブライズ任せて。やばいぞこれ。時の海。やべえぞ。沈みなさい。先手先手でいかないと。後方も残りはしない。さらば。勝負し。おお、早くも。そうだ。風の音を聞け。ねえ。後方も。あとは神剣とかバフ剣を早く。さらばだ。女神の示すままに。救援のための破壊よ。邪魔すんな。いいぞ、いいぞ、ブブ。バイバイ。ブライズ任せて。準備はいい、いつでも行けるよ。行くぞ。じゃあピッチを上がれ。怖い怖い、調子乗んなよ。
うるさいのは嫌い。バネッサかプラトンだな。ブブか。邪魔すな。まあ、ブブでもいいし。QNJK で消されるのもちょっとやだしね。でこれでこの固定ダメージがすげえ入るんでね。救援のための破壊を失望させたのか。おお、なんとか勝てそう。運が俺に向いている。灼熱の暴風を。オゲオゲ、ナイスナイス。おやすみ。止めどなく流れる時、巻き戻る。すべての世界をつなぐ次元の扉よ。バネさん逃げ。失望させたのか。ああ、タカにいたのか。うん。砂のように終わりのない時の海よ。やっべえ、なんだこのダメージ。よい、シャー。砂漠に吹く灼熱の暴風を。我々の世界よ。おし。時計よ。砂漠の苛烈な熱風よ。ルリが生きてるうちにプラトンも倒さないと。よい、シャー。さあ、覚醒たまった。止めどなく流れる時。時の逆流。すべての世界をつなぐ助けて次元の扉よ。プラトンに行って、プラトンに。ルリか。いやー、使わないで、そんなの。女神の示すままに。ルブいないからダメだな。これルリ死んだな。これからなのに。やべ、めっちゃ回復された。神の剣よ。もう総風山に期待するしかない。女神に代わり期待できない。もう災いを罰せよ。失望させたのか。マイチング最逆転。終わりのない時の海よ。よい、シャ。やっぱプラトン強いな。貫徹プラトン強いね。我々の世界よ。お、俺のプラトンもまだ死んではいない。砂のように終わりのない時の海よ。よい、シャ。女神に代わり災いを罰せよ。この子はさすがにしないよな。裁きを、裁きを。女神の示すままに。救援のための破壊よ。我々の世界よ。オッケー。裁きよ。プラトンいなくなるとだいぶ楽だ。オッケー。次元の扉よ。勝ちましたかな。あ、わかんねえな。こっちも二人しかいねえから。お、時間切れ。時は流れても壁を乗り越えた。あざます。必ず帰る。いやー、こう動画内でね、マスターたどり着けたのは本当嬉しいです。はい。というわけで、ちょっと時間かかっちゃったんですけどね、最後6連勝で終わることができました。ハマればね、やっぱ強いですね、まだ。で、状態上はやっぱり役割に応じてちょっと変えていく方がいいですかね。感覚的には。ルリにはやっぱり動いてほしくないから、動いてほしくないけど、パッシブを消えるのだけはやっぱり避けたい。なので凍結、石化、まあできればね、出血、凍結、石化、やけど、そのあたりをつけたいってところですよね。ブーブーはね、ちょっと俺気絶しちゃうんでね、そこはきつい。まあプラトンもね、そこら辺カバーできれば、多分宝石ですね。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。ルーゲーム TV のルーでした。まったね。